アヤムゴレンは、インドネシア料理及びマレーシア料理において、ヤシ油で揚げた鶏肉を指す、一般的な料理名である。インドネシア語及び、マレー語で、文字通り、揚げた鶏肉という意味である。アメリカ合衆国南部のフライドチキンと比べて、バターや小麦粉は用いず、スパイスは、より多く用いる。ナシバンクス、パダンスパイスの配合は地域により変わるが、エシャロット、 ニンニク、テージパッタ、ターメリック、レモングラス、タマリンド果汁、ククイ、ガランガル、食塩、胡椒は常に加えられる。鶏肉は揚げる前に、しばらくの間、スパイスに漬け込まれ、その後たっぷりの熱いヤシ油で揚げられる。飯やサンバルトらし、きゅうりやトマトの薄切りを添えて提供される。副菜として揚げた、テンペや豆腐が添えられることもある。アヤムホレンには、 人気のあるガランガルを使ったアヤムゴレンレンキュアズ、パダン料理風のもの、スンダ族風のもの、ジャカルタ風のもの、ジャワ風のもの等、様々なレシピがある。ジャワのパトシルアヤムはサンバルを添えたものである。同じく、ジャワのアヤムゴレンペニーは、揚げた鶏肉を土器製の乳鉢に入れ、サンバルと混ぜ合わせたものである。インドネシアやマレーシアでは、外国のフライドチキンのこともしばしば、 アヤムゴレンと呼ぶが、アメリカ合衆国南部のものは、アヤムゴレンティップンと呼ばれることもある。ありがとうございます。